オーシア連邦国旗、オーシア連邦は、バンダイナムコエンターテインメントのプレイステーション2用、フライトシューティングゲーム、ACE コンバット5ザアンサングォー及び、ACE コンバット0ザベルコンー、プレイステーション4用フライトシューティングゲーム、ACE コンバット7スカイズアンノーンに登場する、架空の国家。オーシア連邦は、エースコンバットシリーズのストレンジリアル世界に、存在する国家の一つである。 エースコンバット5において、主人公のブレイズが所属する国家として登場し、エースコンバット0では、ウスティオ共和国と共闘する国家として登場する。エースコンバット7では、主人公のトリガーが所属する国家として登場する。北ーシア大陸の西部を中心に3分の2ほどの範囲を領土としている。北は北極海、西は太平洋やセレス海と面している。 国東は当初を挟んで、ウェロー民主連邦国と接し、南はパーブラと国境を接する。東はベルカ連邦のみ、直接的に国境を接しており、普通ロウンガの対岸に位置する形でサピン王国と接していたが、ベルカ、戦争の勝利でベルカから領土を獲得したことにより、ベルカ公国、ウスティオ共和国、サピン王国と国土を接するようになった。 多数の国家と同盟関係にあり、ユークトバニア連邦共和国と並び、政治的、軍事的に世界でも屈指の勢力を誇る超大国である。G7 構成国の一つでもある。オーシア発祥の地はバーナであるとされる。16世紀には、スタッフ,フォード提督によって、オーシア海軍に第三艦隊が創設されている。1995年ノベルカ戦争以前の、 オーシア連邦は領土の拡張に意欲的であった。特にオーシア東部国境に隣接するベルカ公国を中心とする連邦国家、ベルカ連邦に対して様々な干渉を行っており、かつてはオーシア戦争と呼ばれる戦争状態に陥ったこともあった。1980年代後半、ベルカ連邦は領土拡張政策に伴う軍事費の増大によって、 経済が深刻な状態へと陥る。1991年、オーシア連邦は、東部五大湖の資源開発公社の共同経営を条件に、ベルカ連邦より五大湖南北帯と北方諸島の割譲を受ける。この際、ベルカ側に大きく有利な配当条件が提示されたことが割譲の決め手となった。しかし、同年8月に、資源公社の再三悪隠蔽工作が発覚。 同時に、オーシアによる五大古資源埋蔵量の誇張疑惑が持ち上がり、両国の関係が悪化する。また、以前より冷戦状態にあった、超大国、ユークトバニア連邦共和国との核抑止を目的とする兵器開発競争が激化。SDI 計画を推進して、高度な弾道ミサイル迎撃システムを構築するほか、地上攻撃用、 レールガンを搭載した巨大軍事衛星ソルグの建造等により軍事支出の増大を招く。極右政党がベルカ連邦の政権を掌握し、1995年3月15日、オーシアを含む周辺国に対して宣戦線布告。ベルカ戦争が勃発する。当初、準備不足だったオーシア軍は一時的に自国領土の一部を占拠されるが、 周辺国との連合軍を結成し、反抗を開始。国力に勝る連合軍は、最終的に、バルトライヒ山脈以南のベルカ領南西部を占拠する。同年6月6日、ベルカ軍は、自国領内で計7発の戦術核兵器を使用。これにより、連合軍の進攻が、バルトライヒ山脈で停止する。その後、激戦の末に南ベルカのベルカ軍はすべて武装解除、される。 同年6月20日、停戦条約の締結により、ベルカ戦争が終結。ベルカ連邦は解体され、南、ベルカが、オーシアに割上、オーシア連邦、ノースオーシア州となる。同年12月25日、旧ベルカ軍を中心とした、多国籍クーデター組織、国境なき世界が放棄。オーシア軍を含む連合軍からも多数の離反者が出る。クーデター軍は、 旧ベルカ軍のアバロンダム要塞を拠点とし、部位に戦略核弾頭搭載型弾道ミサイルによる大規模テロを企てるが、同年12月31日に連合軍の相当作戦によって阻止される。その後、連合軍はクーデターに関する情報を非公開とすることを決定。作戦に関わった部隊等の情報とともに、ベルカ戦争に関する資料も、その多くが非公開とされる。 また、ベルカ軍強行派やクーデター軍の残党等が捜査の手を逃れ地下に潜伏。中には、大統領暗殺未遂事件を引き起こす等、一部はテロリスト化した。連合軍に参加した各国は、ベルカ戦争と、それに続くクーデター事変によって大きく疲弊した。特に、長きにわたる、冷戦状態から互いに競争政策を維持していた。 オーシア連邦という言葉にあれ連邦共和国には戦後復興に伴う人的、経済的負担の大きさからこれまでの政策を見直す機運が生じた。その大きな要因となったのが1996年に FC 大統領によって公表された小惑星ユリシーズの地球衝突予測である。発表された落下予測地域はユージア大陸周辺に集中してはいたが、 核の冬の到来が予見されていたことから、これが世界的な危機であることは、間違いなく、オーシア・ユークトバニア両国にも軽視できない問題であった。しかし、戦後復興で困窮する両国は、F 氏の主導する隕石迎撃計画への本格的な参加を見送らざるを得なかった。そこで、両国が取った方策は、まず自国の国力回復に努め、ユリシーズの落下による、 被災後の世界の復興に対して支援するというものであった。この頃から被災後の復興計画の策定に向けて協力関係が構築され、ユリシーズ落下が目前となった1999年、初め頃から両国の関係は急速に改善する。2004年、優和主義で知られる第48代王子や連邦大統領ビンセント・ハーリングの就任以後、この路線は、 確定的なものとなり、同年には共同開発された大気軌道宇宙機アークバードが稼働を開始。同様に、両国友好の目玉である、高級的宇宙ステーション建設計画の国際宇宙ステーションの建造を目的とした、マスドライバー施設を有するバセット宇宙センターの共同建設、運用も推進される。これらの施設は、両国の軍事的対立路線から、 協調路線への転換の象徴として認知された。2008年には、この宇宙空間に浮かぶアークバードで、アネア、中央ユージア、オーシア、ユークトバニア、ベルーサ、ノルトランド、エルジア暫定自治政府による G7 先進国首脳会議が開かれた。これは、国境を越えた場所での首脳会議というハーリング、大統領の就任以来の希望によるもので、かつて衛星中立国、 ウェロー民主連邦国演用での開催を試みるも、テロにより中止に追い込まれて、以来の画期的試みであった。この会議で採択されたアークバード宣言では、冷戦構造の崩壊をもたらした、オーシア、ユークトバニアの協調路線を各国が支持。具体的な政策としては、ユージア大陸で続くユリシーズによる被災難民問題等への国際協力体制の確立、 包括的核実験禁止条約の早期発行、核不拡散努力の維持と強化、第二次戦略兵器削減条約の履行等が宣言され、今後も世界的な友好、協力関係が続くであろうとされた。2010年9月23日から始まった国籍不明期による攻撃と9月27日のユークトバニア連邦共和国が発した。 戦線布告によって艦隊平洋戦争が勃発した。12月30日には、ハーリング大統領とニカノール首相によって停戦決議がなされ、翌31日のソルグの破壊をもって戦争は終結した。艦隊平洋戦争の終結後、オーシア・ユークトバニア両国の関係は修復され、繁栄を謳歌することとなる。ユークトバニアが一時産品の輸出国拡大や、 造船事業の多角化によって、歳入を伸ばしていく一方、大シアは、情報通信、金融サービス、軍事、そして、宇宙開発といった分野で、他の追随を許さない成功を収めていた。一方、ユージア大陸では、大陸戦争に勝利した、大陸諸国間経済同盟が、旧 l ジア共和国との講和条約締結後も f 市を、中心として、 ユージア大陸各国を束ねていた。しかし軍事同盟であったイサフが発展的解散し平和維持機能を国連に引き継いだ頃から難民問題が再燃。各地での発電所再稼働に関連するエネルギー問題も折り重なり、求心力低下により同盟国の離脱が相次いだ。国家間格差は広がる一方で復興を超えた施策が必要なことは明らかだった。そこで、 エネルギー問題の解決策として宇宙太陽光発電が注目される。これは正式軌道に太陽光発電衛星を建造し、そこで発電された電力をマイクロ波に変換し地上のレクテナ送信。これを再び電力に変換するという方式で中継衛星を返せば夜間でも安定的に地上への電力供給が期待でき。 無人像の電力をほぼ24時間365日にわたって利用できるというものであった。こうして、オーシアのビンセント・ハーリング政権の主導の元2011年にアイセブが設立。旧エルジア共和国からの割動ではない唯一の独立国家で、当時多国籍企業体の資本投下によって、急速な発展を遂げていたセラプラタ沖 20km の、 クレーター部に開発基地となる人工島、アースポートを建造し、70ヶ月の工程を経て、軌道エレベーターを建造した後、赤道上空高度3万6 0 0 0トルの正式軌道に太陽光発電衛星を建造し、宇宙太陽光発電を開始、ユージア大陸全土への公平かつ高級的なエネルギー資源の供給を図ることとした。なお、初期投資費用と、 基礎技術の供与は、オーシアになっていたが、専門分野の研究や、労働人材の確保は、基本的に、ージア内部で行うとされた。これには、被災地に金だけばらまいているだけではもはや、復興支援にならない、軌道エレベーターを、メイドインユージアとしたいなどのオシアの思惑があったと、されている。なお、巨大な軌道エレベーターは、テロリストの格好の標的となることが明白だったため、 オーシアを主体とする平和維持軍の中流拠点像や新たな防衛機能の整備計画も公表された。これを機に、エルジアでは市民による反対運動が激化したが、講和後の暫定自治時代だったエルジア政府には、軌道エレベーター建造を拒否する権利はなく、自国そのもののあり方を見定めるほかなかった。オーシアが主導する軌道エレベーターの建造は、 エルジア王国から作手の象徴と見られていた。2019年5月15日、エルジアは無人機によるテロと機動エレベーターの占拠、並びに戦線布告を行い両国は第二次大陸戦争へと突入する。軍事大国でもあるオーシアに対しエルジアは無人機で応戦、オーシアはユージア大陸からその勢力圏を駆逐されようとしていた。また、 無人機を用いた正確無比な攻撃で非戦闘員を巻き込まないクリーンな戦争を行うエルジア軍に対し、オーシア軍は撃墜機を民間人の居住区へ墜落させてしまうことによる二次被害をもたらした上、誤爆を繰り返したことで、世論すらもエルジア側に傾いてしまう。なお、後に、これらはベルカ公国からエルジア王国にもたらされた、イフの 認識データを改ざんするシステムによるものだったことが明らかとなっている。2019年12月1日のエキスポシティ会談によって、オーシアとエルジアの間で停戦協定が結ばれた。2020年1月にはノースポイントで相互不可侵条約が締結される予定となっている。2020年4月、艦隊併洋戦争の機密文書が公開された。これにより、 艦隊併洋戦争の原因となった灰色の男たちの存在が公表され、東大戦争においても彼らがエルジアの軍事行動に組みしていたことが明らかとなった。オーシア政府は対テロリズムのため有志連合への参加を表明した。この有志連合は特定の国際機構や同盟など国家同士の連合体ではなく、世界中のあらゆる組織との連携を可能とするものとされる。 2020年6月30日に、大シアは、ベルカ戦争終結25周年記念式典を主催した。ゲーズ市2020年7月10日号の表紙を飾った、レッドミル空軍基地でのエレファントウォークの写真では、東大戦争で活躍した、長距離戦略打撃軍の機体が、他国のエース機と並び、1機の回 -22 と4機の F-15 が更新している。 また、写真の右側には、オーシアの国籍マークが施された5機の海マイナス35と5機の A 10が並んでいる。ノースオーシアグランダー IG は国連による制裁を受け、ノースオーシア州の本社とセラタプラのグランダー SS の閉鎖が決定した。ノースオーシア州当局によって、グランダー社と関連企業の従業員、約6万人に対して、 約2年にわたり新編調査が実施され、優先的に公営企業への再就職支援プログラムが実施される予定となっている。これを受けて、外国資本は優秀な技術者を獲得するため、個別、または事業部単位での買収に名乗り上げている。生態としては、複数の州からなる連邦国家で民主主義に基づく共和制国家である。経済的には、 資本主義をとっている。国家元首は大統領が務め、選挙によって大統領が選出される。大統領の執務はオーレットにある大統領官邸のブライトヒルで執り行う。副大統領や外務大臣、通商代表といった閣僚が存在する。科学技術省や内務省、国防総省、空軍省、海軍省といった省庁がある。国防総省は 高等研究計画局を要する。その他の機関として、情報を担当する、オーシア中央情報局や、宇宙開発を担当する、航空宇宙局が存在している。議会として、連邦最高議会が置かれている。行政区分として州があり、ノースオーシア州などがある。また、軍があり、アーカム軍やバルデラス軍が存在する。 オーレット国立刑務所、ランドフォード・オーシア連邦刑務所、アーカム軍刑務所、バルデラス軍刑務所といった刑務所が存在する。法律として、旅券法や証言者安全保護法、非常事態権限法、戦時航空法などがある。オーシアの警察にはいくつかの組織が存在しており、市警察などの他に、オーシア情報捜査局や特殊警察、特殊部隊を要する。 大統領暗殺未遂事件の際には特殊部隊がテロリストの隠れ家を吸収して犯人を射殺し、ウシ通信者襲撃事件においても特殊部隊によって犯人を射殺して鎮圧している。艦隊併洋戦争の最中にユークトバニア軍が実施したバーナ学園都市での科学兵器散布テロ事件の際は空軍と共同してバーナ死刑がテロリストを追い詰め逮捕した。 通貨はゾルが使用される。通貨記号は Z に2本の縦線を描いた形である。エースコンバット5では作中においてコイントスによってミッションが選択されるシーンが存在するが、その際使用されたコインにクォーターザラーと表記されている。エースコンバット5でのセリフ上ではフィートやマイルなどヤードポンド法が使用されているが、エースコンバット7では 設定によって管制官のセリフが、ヤードポンド法とメートル法とで変化する。温度を表す単位としては歌詞が用いられている。オーシア国防軍を要する。最高司令官は、大統領が務める。ユークトバニアとの冷戦期においては、核戦略に基づいて、戦略兵器や弾道ミサイル防衛システムの構築が進められた。ベルカ戦争後は、冷戦の雪解けが進み、 カーリング政権下では国防予算が削減され軍縮が進められた。国内に多数の軍事基地を有している。また2019年時点では有ジや大陸にイウン国際停戦監視軍として軍を派遣している。軍師としては以下の6種が存在する。気候部隊や空挺部隊などを有する大規模なものである。ベルカ、戦争時に ウスティオ領のソーリスオルトゥス奪還に戦果を挙げた第101空挺師団や艦隊併用戦争時にクルインク要塞突破を成功させたフェルデランス機構部隊などが存在する。オーシア海軍の父と呼ばれるスタッフ,フォード提督によって16世紀半ばに創設された第3艦隊などが存在する。第3艦隊は セントヒューレットに司令部を持つ艦隊で、王シア太平洋艦隊の指揮下にある。かつての仮想敵国のユークトバニアとの間に位置する、セレス海を担当する。2004年時点では、リチャード・グレン海軍中将が、司令官を務め、空母、ケストレルをはじめとする艦艇70隻、作戦航空機400機、水兵及び、海兵6万人の動員力を持つ。 複数の空母の運用能力を持つ。イージス艦や巡洋艦、駆逐艦、フリゲートといった艦艇に加えて、揚陸艦を保有し陸上への揚陸能力を持つ。潜水艦を探知するための音響監視システムを構築している。多くの機種を運用しており、作中では、解放 G、解マイナス 5E、解マイナス 14A、解マイナス 14D、解マイナス 15C、15 C イマイナス 15S、MTD、イマイナス 16XL、イ、A マイナス 18C、イ18、A マイナス18回、イマイナス22、UF マイナス23を運用している部隊が確認できる。また、爆撃機も保有している。ベルカ、戦争時には、ウィザード隊やソーサラー隊のように、航空師団の霊下に飛行隊が存在する例が見られる。 関太平洋戦争時には、ウォードッグ隊のように、航空戦闘軍団の霊化に、航空団が存在し、その霊化に飛行隊が位置する例が見られる。オーシア軍が保有する、環状戦闘機には海軍を示すオムットフの、マーキングが施されているが、海 -14D を運用するガーゴイル隊のように、空軍が運用する例が見られる。 また、エースコンバット5とエースコンバット7での主人公は、王シア空軍所属だが、扱える、艦上戦闘機には、オムットフのマーキングが施されている。戦略衛星起動法を保有していた。ソルグは、ベルカ戦争後に、冷戦の終結に伴って、建造途中の段階で放置された。艦隊兵用戦争中にいずれもベルカ広告に、接収され、 ラーズグリーズ戦闘機部隊によって破壊されている。輸送ヘリを使った空中機動作戦の展開能力を持つ。艦隊平洋戦争で捕虜やハーリング大統領の救助に活躍した海兵航空隊のシーコブリンや東大戦争でレーニー岬航空基地制圧に活躍したバジリスク隊が存在する。艦隊平洋戦争におけるランダース岬で活動例が見られ、 ユークトバニア軍の SR-71 に対して、死体空ミサイルを発射し、損傷を与えた。ありがとうございます。